第2種電気工事士筆記試験問題解説の、えー、令和5年下記の午後、問い15ですね。えー、漏電遮断器に関する記述として誤っているものはどれかと、こういう問題であります。 ヒントとしましてはね、えー、色どうもね、これ2、えー、色はどうもね、あの正解という感じがするんですね。それで2がまあ多分違うんじゃないかなと思うんですけどね、ちょっと、あのー、定格感度電流が1000ミリとなってますんでね、この1000をですね、1の単位のアンペアに一、えー、変換してみると。 いうことが必要じゃないかなと思いますはいあの規則ではですねあの感度電流は、えー、30mA 以下ですねそれから動作時間は0.1秒以下とこうなってますんでね、えー、これはまあ2が答えになるわけですけど、まあ、ちなみにですね、えー、1000mA っていうのをですね1の単位のアンペアに変換しますとね 1000mA、えー、は 1mA が1000個いうことですね。でこの 1mA は何本か言ったら1000分の1アンペアですから、これ書ますとですね、1000と1000分の1をリアンペアかけはまだから、分かすの1 0 0 0分の1アンペアですから、これ書けますとですね、1000と1000分の1を書けますと、1アンペアになりましてね、かなり大きな電流になるわけですね。えー、これはまだだから、あまあ、規定がね、覚えてなくてわからなくてもですね、この 1 0 0 0ミリをですね、1の単位に変えるです、ね、ことができればこんな大きな電流はですね、えー、ちょっと危ないということで2ということがすぐわかると思いますね。